バルセロナの FW リオネル・メッシ型クラブの移籍を決断したとすれば、マンチェスター・シティが、その移籍先の有力候補となるかもしれない。AC、ミラーが見通しを伝えている。今、ズンのシティの試合はダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、バルサはうつつ、時間14日に行われた、チャンピオンズリーグ、CL 準々、勝ちのバイエルンミュンヘン戦に、2-8という、激のスコアで大敗。クラブ史に残る屈辱を味、うとともに、無冠でシーズンを終え、メッシも、午後にはひどく落胆した様子を見せていた、の結果により、クラブ改革が行われなければ、シティが退団を検討する、可能性があるのでは、以下との憶測も強まっている。A 氏によれば、シティが、もし移籍を決めるのであればシティ、新天地候補の、ポールポジションになるといい、自信を抱いているという。メッシを手に入れ、ためであれば、シティは、必要なだけいくらで、支払うとされている。7億ユーロ、約884億円に設定、出ている契約解除金の満額支払いはさすが、不可能だとしても、チーム再建に向けた資金、不足しているバルサが、メッシの売却を余儀、腐される、可能性もあるのではないかとの見も示されている。シティも15日の CL 準々決勝でリオに敗れ、悲願の欧州制覇はまたも成し遂げらなかった。初の CL 優勝とプレミアリーグ王座奪に向け、メッシの獲得に挑戦する可能性もあるのだろうか。両。